ああ、行っちゃった。なんかあいつ明るくなりましたね。アリア様、みんなを幸せにするってどういうことなのかしら。お、ああそういうことか。考え方に変化が生まれてきたのかね。え、これ最後かな。これ最後かな。まあね、倒すしかないですけど。HP300、攻撃力が10。あ、弱いな。1ターン目でもしかして。あ、いけるいける。素早さ16。初回防御12。回復力20。これは厄介かな。素早さ16か。で、怒りの一撃15から20。おお、30食らうってことか。最大で、力を貯めれば倍か。怒りの一撃が、うわ、2ターン目で、倍化が3ターン目。はー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 、なるほどね。これはちょっと計算をきちんとしないとダメですね。2ターン目に30食らうのね。のね。うん、よし、全力でいくか。回復20っていうのは大きいですね。これこうなるね、絶対。で、20なんで、レーベにするか、補助。あとは、ゲフ61なのね。うん。まあ、いけるか。はい。ね、今回はね、ちょっと攻撃力があるようで、なかなかね、相手の回復力と初回防御が高くてですね、一ターンのダメージを与えてもすぐに回復させられるというね、長期戦になります。で、2ターン目に、この怒りの一撃、15から20。まあ、これね、追加でダメージを、ダメージを追加なので、攻撃力10プラス15から20。だから最大30ダメージ食らうんですよね。で、それを、とりあえずですね、こうなった時点で、ちゃうちゃう。ちゃうちゃう。こっからや。こっからやって、防御24。防御補助ね。だから16。っていうので、なんとか操作しようかな、と思います。これ、こっちの方がええか。うん、こっちの方がいいな。いけるよね。攻撃力10やからね。よし。はい。ということでね、とどめが誰でさせるかっていうのは全然計算してません。とにかく長期戦です。では行きたいと思います。多分これで終わるでしょ。こいつ倒したら。ちゃうかな。ちゃうかな。ねえ、その辺ね。前半の敵はなんであんな雑魚いのに。ここに来て一気に強くなるかな。ほんまに。こっち来るか。よし。やっぱ攻撃補助があると強いですな。OK。では、ゲフと、アザーリスかな。どっちやろ。名前がわからん。おそらくゲフの方に行くと。いうこって。うりゃ。耐えろ。よし。え、耐えたな。はい、力を貯める。ね、力は倍化なんで攻撃20になるのか。で、
あのまま行くと20か。あ、このまま行こう行こう行こう。でゾルバッシュの方に来るとありがたい。 OK。 強いな。通常攻撃27、エクストラで31。うわー、やっぱ霊別でいつ見ても強いと思ってしまう。 OK、 これで回復1回ずらしたんで、このまま行くと誰になるかね。ゲフかな。36。47。ああそうか、回復ゲフ無理だな。硬いわ。 OK、 じゃあナワンカがとどめを刺すと。はい、ヒルジャイアントかなり強いですけどね、ヒルジャイアントの中でも。お、倒しました。お、防御補助。あれ、意外とこのナワンカも強いね。皆さんなるべく固まって万が一の時でも逃げ遅れのないように。まあね、こういう誘導する人間がおるだけで、被害はね最小限に抑えられるっていうもんですからね。ブラッド会いたかったよ。こんな時にかよ。さっき着いたばかりなんだ。もうびっくり。オートもかなり辛いことになってるね。魔物はいるわ、街の人混乱してるわで恐ろしいったらあやしね。ビビさん、ご無事で何よりです。いやー、会えてよかった、本当に。ぷいっと。ブラッド、私に危険が迫ったら守ってね。かよわい乙女なんだから。あ、ああ。ブラッド団長はあそこに何かいる。え、何や。ん、何だあれ。ゲフが刺した屋根の上に巨大な魔物が立って、え、こいつ倒すの。ああ、愚かな人間どもめ、それで逃げ切ったつもりか。何者だ。ほう、お前がブラッドベジタブル。ジークから話は聞いてるぞ。不老不死のブラッド、弱小な部隊を率いて不毛な戦いを続けるうつけ者だと。ジークの仲間か。ならばお前も滅びの余計の魔物ん。しかり、我が名はゾルード、ゾルード、ナグゾス・サール・ゾルード。まあ関連はないのか。災いの翼の一人は、うん、今後長きにわたり俺たちがこのアクラル大陸を支配してやる。来るべきはナグゾス・サール様の時代。そんな勝手な真似はさせない。ほう、なぜそのような大口を叩ける。こいつらを追い払うことすらままならんのだ。まめねれれれれあれ、戦わないのか。そう、魔物がまた、まだおんのかい。え、あれ最後じゃないの。ちょっと時間。うわ、52分か。よし、じゃあガンガン行こう。行くぜ。HP260、攻撃力14の列攻撃、素早さ12、特殊能力死の呪いが2、3ターン目、2、3ターン目だ。260ね。よし、
160の48、120、160、320。いけるな。いけるいける。多分。これいけるかな。はい。今回ね、1ターン目、列攻撃を、とりあえず、防御補助で全員ガード。で、その後、白マイチアメリカン、祈祷師ですね、の石化攻撃で相手を石化した後、ローテーションせずにステイして、攻撃力 1.5 倍。で、なんとかね、ダメージが全部で120になるはずなんですよね。だからまあ380、ごめんなさい、280ダメージ与えるので、まあ、とどめを刺せると。この白マイチアの2ターン目の攻撃までに。大丈夫だと思います。はい、死の呪い使う前に倒します。みんな行くぞ。うまくいきますように。いやでもこれ最後じゃないよね。まだなんかあと1人ぐらいいてそう。てか最後にあのゾルードと戦うのってなってくるとね、まあダメージは一応全部操作できるのでね、疲労は蓄積しないですね。だからまあまだいけるかな。よし、そのまんまステイ100ね。なんとかいけるっしょ。レーベか。まあいいな。もうこんな誰ととどめを刺すかとかっていうのはちょっと無視します。はい、アシッドスモーク楽しました。っていうかアシッドスモークもちょっと強いね。うわー、攻撃補助30。今ゲフ、ここから別行動だ。手分けして町のみんなに協力を頼もう。俺たちだけでは限界がある。でも王都の人間は当てにならない。頼むんだ全員に。世界を救うのはたった一人の英雄なんかじゃない。絶対に。分かった。ユマ、なんだ。俺とナッパー騎士団団長として命令する。みんなを守ってお前も死ぬな。了解。あ、いつの間にかユマも騎士団に入ってんですね。ついてきてるんじゃなくて。一時的に離脱しました。まあ大丈夫でしょう。ねえ、村と協力してあげよっか。私のおねだり結構効くんだよ。借りがまた増えるな。うふ、そこが狙いだったりして。そんじゃあお楽しみに。ああ、ということはまだ戦うのね。そんなこと言ったって、別に私一人が参戦したところで。いや、変わる。一人が二人に、二人が三人になる。お前のことは私が必ず守ってる。だから戦ってくれ。わかったよ。こんなおっちゃんも連れていくの？何のんきに酒かっくらってんだ。魔物が現れたんだぞ。まあ、酒飲んで死ねたらいいっていう類かな、この人は。魔物が町に入ることはなかったし、人はみんな陽気で争いもなく、過去に逃げるな、今を見ろ。そうすりゃ未来だってきっとよくなる。もうでもこの人未来ないっすよね。あ、ちょっときついかな、この言い方。俺たちの自分は若い者はもっと年長者に敬意を表してもらったぜ。古き良き時代だな、こいつ。はい、交代と。ねえ、お兄さん。お兄さんに見えないよね。後でいいことしてあげる。坊主、武器を貸せ。はい。男は獣なんでね。ああいうのでコロッと変わるか。本当にバカだよ。
え、すごいね、後ろ。あんた、オートの親衛隊だな。ちょうどよかった。あの区画に隠れてる子供たちを保護してやってくれないか。いや、どうだろう。王様に伺ってみないことには。親衛隊が町の人を助けるのを禁ずる王がどこにいるんだ。聞くまでもないだろう。そうか、そうだな。なんか自衛隊のなんか、あれみたいですね。イラクに行った時の。頼んだぞ。もし魔物が出たら子供たちを守ってくれ。え、魔物？あんたはどこに行くんだ。一人だけ逃げるなんてずるい。俺はこの区画で魔物が入らないように食い止めに行くんだよ。変わるか？いや、どうぞどうぞ。行ってらっしゃいませ。何やこの親衛隊。エロいな。はい、ネクロマンサー。うわぁ、もうこの辺嫌やな。ほんま嫌やな。何戦戦うのよ。うん、やるよ、やりますよ。 HP230、攻撃力が8、素早さ14、防御、初回防御が8、攻撃力倍か、1.5 倍ね、これが234、これあれですよね、倍か。攻撃力強化したターンを攻撃してこないんですよね。ってことは一旦だけ考えたらいいんか。でもね、なんかミスると怖いんですよね。よし、230ね。攻撃力8か、230。ゲフがいない。ゲフがいないところを。はい、今回はですね、多分とどめがレーベフィーになるんですね。2ターン目、みんな行くぞ。行きます。もう早くこの戦闘を終わらしたい。なんだこの、これ何戦目、7戦目。いや、ここでねミスすると怖いんでね。よし、まずは16、行け。24、よし、ガード54で、白舞茶の石化で、ステイ。さて、どうなる？ステイ。あ、バルキリーになった。まあいいか。これでバルキリーレベル5かな。あれ、計算全然合ってねえ。はい、レベル5ですね。聖者の霊薬。ブラッド団長、こっちに魔物はもういないよ。私の方も片付いた。町のみんなのおかげだ。よし、だいぶ減ったな。あとはキャー、女の子の悲鳴だ。ビビーじゃない。はい、ゲフとユマが合流しました。まだ戦うんか。侍？あれ、あいつ確か。うわ、真っ二つやん。アルビドの無事でござったか。すげえ。なあ、あんたその剣技どこで覚えたんだ。俺は俺とナッパ騎士だ。俺は俺とナッパね。
ゲフです。あんたはうちの隊に入らないか。何寝ぼけたことを言ってるのかしら。遅いじゃないの、親衛隊。スルギがいなかったら今頃私魔物の餌食だ。いや、親衛隊じゃないんですよ。アルビト、早くこちらへ。王都の管理の甘さは問題ね。規則はどうなっているのかしら、まったく。なあ、ちょっと、あんたスルギっていうのかい。俺さ、あんたみたいなやつと組んで、魔物がもう一匹。まだおんの？町の奥へ逃げ込んでおるぞ。なんだって？急ぐのがよろしかろう。では拙者、これにて失礼。失敬。うわぁ、まだ戦うんか。最後の一匹です。よーし。じゃあ全力で、いきます。レベル上げたるか、こいつ。HP300、攻撃力9、素早さが15、回復力が6、特殊攻撃、列攻撃の10ダメージ、2、3ターン目。で、気まぐれ。じゃあ、今回は白舞ちゃん、やめとこ。疲れはあんまり溜まってないですね。よし。じゃあね、ユマ。そしてゲフ。この辺を出そう。で、ローテーションをしまくるぞ、今回は。でですね、次回服。うん。次回服、次回服。次回服はここでやらすか。ガード、ガード。もうこれでいいんじゃない？なんかもう適当っぽいけど。これでいいよね。これでいいよね。で、回復力は6と。はい、106。81。70。回復力6ね。そのままいくと187の257。257。で、6612で245。残り55。残り55か。お、オッケー。今回計算してないですけど、多分これユマに行きます。はい、見といてください。絶対行きます。行くぞ。行くかな。怪しいな。うん、いや、行くでしょ。今日はちょっとね、頭冴えてるんでね、大丈夫ですよ。いや、なんで頭冴えてんやったら、さっきまで計算ミスってんねんっていうことですけどね。深く考えれば考えるほど逆にね、髪にはまるというか、穴に落ちるというか、ね、そういうことです。パッとやる方がね、うまくいくときあるんですよ。よし、オッケー。次もだよね。で、レオがダメージ増殺、あとゾルバシとゲフは直撃でも大丈夫。つう感じですね。オッケー。はい、55ね。あ、やっぱあかんかった。あかんかったね。
ダメでしたね。まあ、じゃあレオかな。あ、いけた。よかった。エクストラでよかった。救われた。なんとかうまくいきました。はい、クリムゾンドラゴンに勝利しました。やっとユマがね、レベル1。おー、終わった。やった。あー、食い止めた。魔物は全て倒したぞ。え、何体倒したのかな。7体、8体。その通り、みんなで守ったんだ、この町を。1036年、王都襲撃の、最悪は回避され、予言の紙幣は新たなものに書き換わりました。さあ、いいことをしてあげないとダメな、ビビさん。どうしますか。あ、俺に来るってこと。ブラッド、王様が呼んでるそうだ。そうか、よかった。じゃあまたな、ビビ。タイミング悪いな。やるわね、あんた。別に。はい、ここでようやくセーブですね。ふぅ、ちょっとね、連戦続きですからね。あー、ちょっと辛かった。はい、ということでね、とうとう1036年の最悪を回避しました。はい、次回はですね、最悪の後ですね。王様に呼ばれたので、そのあたりから始めます。ということで、ご視聴ありがとうございました。